こんにちは佐藤です、えー。今回はですね、菊池寛のマスクといった作品を紹介してみたいと思います。今回紹介するのは菊池寛のマスクですね、えー。マスクっていうのは皆さんも使っているかの顔につけるマスクですね、えー。このマスクを題材にした作品なんですけれども。 非常に今この時期に読んでおきたい作品なんじゃないかと思いますので今回皆さんに紹介してみたいと思いますまず最初にこの作品をより理解するためにこの作品の時代背景を説明したいと思います 作品が発表されたのは1920年、えー、ちょうど今から100年前ですね。えー、この頃の日本は、えー、いわゆるスペイン風邪、まあ、スペインインフルエンザですね、えー。これが流行していました。資料によると、日本では38万人が亡くなったというデータがありますので、非常に深刻な感染症だったことがわかります。 えこのマスクという作品は、この頃の東京の様子が書かれた作品です。主人公は菊池寛自身と考えてよろしいかと思います。えつまり彼が体験して考察したことが書かれた自伝,自伝的な作品であると、まあ、そのように考えてよろしいんじゃないかなと思いますえ。作品の主人公は肥満体質で、いわゆる生活習慣病を抱えています。 そして胃腸の調子が悪かった時に医者に診察してもらったんですけれどもその時に太りすぎて心臓に負担がかかっているとそしてこのままだと心臓疾患で急死する可能性もあるそんなことを診察されてしまうんですねそしてこのようなことを言われてしまいますチフスや流行性肝胞にかかって40度くらいの熱が34日も続けばもう助かりっこはありませんね えー、このように指摘されてしまうんですね。さすがにこの言葉に怯えきってしまった主人公は、えー、最善の感染予防策を取ることを決意して実行していきます。 外出することを控えて人との接触を避ける。やまなく外出するときはマスクをつけてうがいをすると、えー。ちなみにですね、マスクと聞いて、私たちは普通に、ねえー、まあ、抵抗感なくマスクをつけていますけれども、えー、ちょうどマスクをつけて感染を予防すると、えー、マスクで感染予防するという習慣が、えー、まあ、定着し始めたのがちょうどこの頃の時期だったそうなんですね。まあ、そのような時代背景も覚えておくと、えー、よろしいかと思います。 そのような感じでマスクをつけたり、うがいをしたりして対策を始めるんですけれども、そのような主人公の臆病なほどに慎重な様子を見て、友人とか妻も笑ったりします。奥さんが笑ってしまうくらいですから、もう本当ね、かなり慎重になっていたんでしょうね。そして自分自身も、これはもう神経衰弱にかかっているかもしれないと、まあ、そんな自覚を、そんな自覚があるんですけれども、やっぱりね、恐怖には勝てずに、その予防を続けていきます。 そして3月になって暖かくなっていることに伴って感染の脅威が衰えていきます。それに伴ってマスクをかけている人もほとんどいなくなっていきます。しかし主人公はマスクを外しません。そしてこのように、そしてマスクを外さない理由をこのように説明していきます。病気を恐れて伝染の危険を絶対に避けるという方が文明人としての勇気だよ。誰ももうマスクをかけていない時にマスクをかけているのは変なものだよ。が、それは臆病でなくして 文明人としての勇気だと思うよ、えー。このように弁解しながらマスクをかけ続けます。そして外出している時に、えー、自分と同じようにマスクをかけている人を見かけたりすると非常に頼もしいと。もうこれは同時だと。えー、そして昔からの知り合いであるような気分になる。まあそんな感じで、えー、自分だけがマスクをかけているというまれくささから逃れつつも 自分は真の意味での衛生家である文明人であると、まあ、そのようなあ,のある種の誇りを抱いたりしながら生活を続けていきますマスクをかけ続けていきますしかし5月になって初夏の太陽に照らされる季節になってくると主人公にも変化が現れてきますさすがにマスクをつけることが不愉快になってきてもうこの気候なら大丈夫だろうとマスクを取って外出するようになります そしてある日主人公は野球観戦へ出かけていくんですけれども、えー、マスクをつけないで野球観戦へ出かけていくんですけれども、えー、球場へと向かう途中、えー、自分を追い越していった青年がマスクをしていることに気が付くんですね、えー、自分はマスクをしていないんだけれどもマスクをしている青年を見かけてしまったその時主人公はこのように感じます自分はそれを見た時にある不愉快なショックを受けずにはいられなかった、えー、その男がんとなく子肉らしかった えー、主人公がその時に感じたのは不愉快なショックだったんですねそして憎悪も感じてしまった本当とね、えー、つい最近までは自分がマスクを着けている時にはマスクを着けている人を見ると同志だと、えー、仲間だと、えー、そんな風に頼もしく感じたんですけれども自分がマスクを始め、えー、自分がマスクを外してしまうと、えー、今度はショックを受けて憎悪を感じてしまってる、まあ、そんな自分に気がついてしまったんですね えー、そして、えー、そのような自分の心理を、えー、主人公はこのように自己を分析していきます、えー、自分さえもマスクをつけることが気恥ずかしくなっているこの時期に 堂々と人が集まるところにマスクをつけていくのは、えー、これは徹底した強者の態度ではないかと。えー、強者っていうのは強い人間ですね。徹底した強者の態度ではないかと。えー、自分が今この感じている不愉快感、えー、不愉快なショックというものは、そんな強者に対する弱者の反感ではないか。えー、このように自己分析していきます。えー、そしてこの作品はこのような自分で締めくくられます。 この男を不快に感じたのはこの男のそうした勇気に圧迫された心持ちではないかと自分は思った えー、この作品が発表されたのは1920年ですから、今からちょっと100年前ですよね。100年前の話なんですけれども、えー、読み進めていると、これはもう現代の私たちの話なんじゃないかなと、まあ、そのように感じてしまいます、えー。コロナ禍で生活している私たちそのものなのではないかと、えー、それが、えー、描かれているんじゃないかなと、書かれているんじゃないかなと感じてしまいます、えー。そして今私たちはマスクをつけて生活をしています。えー、そしてマスクを外す時がやってきます。 えー、その時私たちは、えー、本作の主人公と同じ、えー、つまり作者菊池寛と同じような状況と心情に直面することになると思います。えー、その時どのように考えて、どのように振る舞うのか、作品を読みながら、えー、そのようなことをしみじみと考えたりしました。 えー、ちなみにですね、今回紹介したこのマスクという作品なんですけれども、えー、こちらは菊池川の出身地である高松市の公式ホームページに掲載されています。えー、他にもね、菊池川に関する面白い情報なんかが掲載されていたので、えー、興味がある方は、えー、菊池川に興味がある方なんかはね、ぜひね、えー、高松市の公式ホームページを、えー、ぜひですね、えー、ご覧になってみてください。えー、そうですね、じゃあ,あの説明欄の方にね、この高松市の公式ホームページのリンク貼っておきますので、興味がある方はそ こちらからアクセスしてみてくださいマスクという作品もね、ぜひ読んでみてください えそして、高松市のホームページを見ていて思ったんですけれどもあ、あ、ここからはね、私の雑談に入っていくわけなんですけれども、えー、高松市のホームページを見ていて思ったんですけれども、えー、私はいろんなところをね、ぐるぐると旅をして回るのが好きなんですけれども、えー、四国にはまだ行ったことがなかったんですよね。で、四国に行ったことがなかったので、いやー、これね、ぜひ、ね、あの、高松市、四国の高松市に行ってみたいなと。えー、そして、四国といえば、やっぱりあの、夏目漱石坊ちゃんの舞台になった松山ですよね。 松山も一回行ってみたい行ってみたいと思いつつも行く機会がなかったので、えー、なんかね、機会があったらぜひ行ってみたいなと、そんなことを改めて考えたりしました。えー、ぜひですね、その時を楽しみにしたいと思います。このチャンネルはですね、このような感じで文学作品を通して考えるヒントを提供していきたいと思っています。今回は菊池館のマスクという作品を紹介してみました。今日の内容はこれで終了です。ありがとうございました。